おはようございますす西田渡です、えー、10月28日木曜日ということでね、今日も健やかな一日っていう感じですかね、エンディングみたいになってますけれども、非常にいい天気で、でえー、気温もね、多分かなり、えー、と過ごしやすいのではないかっていう、10? 今日は20度になってんのかな、22度、現在20度ということで、結構あったかいですね、なのでもう本当に撮影日和っていう感じではないでしょうか、晴れてるし、本当に心地よくてね、まあ、 本当にこう場合によってはちょっと汗かいちゃうぐらいな感じなのではないでしょうかっていうところですね。今日の僕なんですけども結構ね、えっ、ー、と、いろいろ、あのー、タスクがありまして、こちらのサブチャンネルでしょ。で、メインチャンネル。メインチャンネルは、えっ、ー、と、この間、EOS R6 と RF50mmF1.8 の STM、最強軽量コスパ、ん <laughs> えっと、軽量最強コスパ、 装備みたいな感じの動画出そうかななと思ってますなので一番ベストバランスであります EOSR6 要は、えーとまあ、大きさも含めたり ISO 感度だったりとかっていうところと、まあ、50mm の F1.8 っていうのは、まあ、要は2万5,000円で買える現状 RF レンズで一番ある意味安いレンズになるかなっていうところのコンビでどこまで、えー、とクオリティを出せるかっていうところで妻とねこの間ランチ行った時の模様の写真を皆様に ご覧いただきつつ、えー、解説してみようかなって今思っておりますっていうところなんですけども。<laughs> はいっていうところでね、あとは今日は税理士さんとのまあ月末ですねっていうところの打ち合わせといいますかまあ経理関連っていうところのご相談ちょっとマイクが小さかったよいしょ。よいしょ。昨日ライブ配信やってたのでねちょっとマイク小さかったですね。すいません。で、えー、経理の、えーまあ、打ち合わせっていうところと月末のね、あとは。 そう、会社にもしましたからね意外とそういった会社系のタスクも増えているっていう状態まああのいろいろとねお金の件をちゃんとしておかないと大変なことになりますからねっていうところとあとは今日 RF の 16mm の F2.8 が発売されるっていうところでえっ、ー、と今日が発売日になるのかななので受け取りつつ今考え中ですなので外には出ようと思ってるんですよね税理士さんとの打ち合わせ終わったら出て受け取りつつ R5 にくっつけるか 6にくっつけるかっていうところで迷ってまして以前の動画どっちだったかな5にくっつけてたかなだったら今日は6持っていっとこうかな R6 で多分夕方夜ぐらいになるのでナイトビューのスチールとスチールとまあまた 明日のこのこサブチャンネル用にね、撮りっぱなしの何かこう、ちょっとした動画撮ってもいいかなとか思ってたりもしているので、ちょっと考えますね。なので、ちょっと楽しみ。なので、RF16mmF2.8、これは長いスパンで見た時には、長期的に見た時には、おそらく非常にエポックメイキングなレンズになることが予想されるんですよね。なぜかというと、Vlog 用。あのー、今、例えばですが、ソニーで ZVE10 っていうね、E マウントで APS-C の Vlog 機っていうのは出ているんですけれども、 何がウィークポイントっていうかネックになっているかっていうとめちゃくちゃ売れてるんですよもちろんねボディが8万ぐらいで買えるっていうことで売れてるのはめちゃくちゃ売れてるんですがおそらくじゃあ買いましたってなった時にみんなぶつかる壁が多分ね広角なんですよ例えばこれとか今 R5 と RF の1435で収録してますけれどもこれとかだともう 14mm だとこんな広いんですよねもう自撮りで例えばこう持った時にもうこれでこの距離で この距離で今ねもう2 0センチぐらいかなめちゃくちゃ近いわけですよ1 6ミリってなるとこのぐらいなんですけれどももうほんとこれこのぐらいまあそんなおっさん指数高くなくても2 0センチ3 0センチぐらいでこのぐらいの距離が背景が映ってればまあいいですよねまあもちろん手ブレ補正っていうところが手ぶれ補正入れてみようよいしょ今手ぶれ補正入れました手ぶれ補正入れるとねだいぶまた安定して この辺はちょっとぐにゃっとするのはありますけれどもまあとはいえねえー、と問題ないのではないでしょうかっていうとこふだは僕 20mm で撮ってますなのでこういった形で 165g で、えー、と3万円台で、えー、と v l o 自撮りができるとなんでソニーの ZVE10 とかもボディは8万円なんですけれどもじゃあこういった広角レンズ買おうとするといきなり5万円とかになるんですよねしかも89年ぐらい前に出た、えー、と11 何ミリ1 8ミリかな1 1 2 0ミリちょっとごめんなさいここうろ覚えなんですけどもぐらいのもう10年近く前に出たレンズが5万ぐらいするっていうことでそれを考えた時には。 今日発売する RF16mmF2.8 とかはおそらくこうキャノンが v ログ機のような自撮りをするように特化したようなカメラ出してきた時にも APS-C でも多分 24mm 関西になったりするのでおそらくはこのレンズはじわじわとね今日今日発売して今日すごいってなるのではなく後々いろんな形で APS-C 機だったり v ログ に特化したようなカメラが出てきた時とかもこの RF16mmF2.8 が合ってくれるおかげで非常にね今後あのー、キャノン のボディカメラボディが生き生きとしてくるのではないかな？っていう風な戦略的なレンズかなっていう風に僕はねえっ、ー、と見ているんですよね。っていうところでごめんなさい。えっ、ー、と本題ですね。ごめんなさい。ちょっとね。あの熱く語りすぎてしまって申し訳ございません。えっ、ー、と今日に関しては、あのー、キヤノンのカメラユーザーのえっ、ー、と raw 現像ソフトの使い分けのお話っていうところなんですけれどもまあ、2点です。キャプチャー C1 と呼ばれるやつと Lightroom Classic っていうところですね LRC。 と,いうところですかねい大体この2台2本のねアプリケーションのお話を今日しようと思っているんですがもちろん DPP デジタルフォートプロフェッショナルのねお使いの方もいらっしゃると思うんですが、えっと、僕の使用用途っていうところでも基本的にはキャプチャー1とライトルームっていうところの2本に絞ってますまあ業務用途だったりセレクト写真のセレクトをする上での時間のロスですよねあのデジタルフォートプロフェッショナルを仮に1000カットの中から100カットに絞り込んでくださいって言われたらおそらくは、えっと、DPP お使いいいの方だと,、えー、と2時間ぐらかかかるんじゃないかなもう読み込みだけでね正直ピントとかをチェックしたり読み込んだりっていうところでもバーっとセレクトしていく、えー、セレクトだけでもねおそらくは時間相当取られちゃうってことでここはじ除外ですね何が大事かっていうと時間ですなので年間ねやっぱ50万枚とかをセレクトす,する上で1枚の表示が仮に2秒かかったでキャプチャー1は0.1秒 で済むってなると50万枚ってなると正直ね10時間とか、えー 1> 場合によっては1日ぐらいの時間が変わってくるわけですよね、50万枚とかになると。なので、そういったことを考えたときには、Capture1 もしくは l i g h t r o o m 二択になるかなということで、今日はこの解説で。僕の使い分け方なんですけれども、Capture1 は基本的にはほとんど Capture1 です。なぜかというと、VRAM に依存してくれているおかげで、VRAM、ビデオメモリーいっぱいつ GPU をがっつり積んだものになると、セレクトがめちゃくちゃ早いんですよね。あとはで速速度の速いもう ものにデータを置いておけばもうめちゃくちゃ早くそしてカタログも早いところに置いておけばなので次回今度今度出てくる M1 の MacBook Pro1416 インチとキャプチャー1の組み合わせは多分ね爆速になるだろうなっていうふうに予感しててここもレビューしますねなので基本的には一番セレクトローデータのセレクトが早いのがキャプチャー1というってことで基本,基本的にはキャプチャー1で行った方がやっぱいいですですが先日ねえっと 動画メインチャンネルの方でも出したんですけども、Lightroom Classic もアップデートされて、えー、とまずは R5 と R6、1DXM3、そして R3 ですね、今後出てくる。ここの、えー、とカメラマッチングプロファイルが対応したということで、やっとこさね、このスキントーンの色出しも可能になったと。ですが、一番ね、Lightroom を使うことに対するメリットっていうのは、 一番はあれですね、水平垂直をワン,ワンクリックでね、ピシッと合わせてくれるこれが一番強いですねあとはレンズプロファイルが相当また今回のカメラロー14.0のアップデートで RF レンズがずらーっと揃いましたねさっき言ってた RF16mmF2.8 がまだレンズプロ,プロファイル来てないんですけれどもあと RF の 100400F5.68 ね68、これは来てないんですが、えー、とおそらくは あのーまあ、近々アップデートですすすぐ対応すると思います特に RF16mm の F2.8 はね、Y 曲が相当出ますから、これはレンズプロファイルがないと、ローデータの撮影はちょっと厳しいかなっていうところかなと思っているので、早急な対応が望まれるって感じですね。ですが、えっ、ー、と、c ャ p t u r e One は、えー、と RF レンズのね、レンズプロファイルが、 あんんまり揃ってないんですよねやっと最近 RF の 15mmF2.8 が対応したぐらいなんで第3弦がねあ RF の 1535mm が第3弦なのでそれぐらいなのでね事実上結構いい、えー、とレンズを使っていかないと大3弦だったりとかまあ 調参弦28、70とかを使わないとちょっと歪曲の補正が若干面倒くさいというところがあるんですよね。なのでその辺はライトルームがまずは水平垂直をピシッとワンワンクリックで自動で補正してくれるのとレンズプロファイルが多いとこの辺のメリットがあるので。 建築撮影や、えー、と内観の撮影とかね、店舗の撮影をする方とかは、えー、ぜひねライトルーム、ライトルームの運用の方がおすすめかなと思います。もう水平線上をパシッと一発で撮ってくれるのでね、この辺がメリットあるかなと。で、人物撮影が多い方とか、とにかくセレクトを早くしたいという方は、キャプチャーワン。 がもううとにかかく爆速ななのででねねこっっちをおすすめすするかなっていう感じです、ね、僕の場合はこういった形で使い分けてます。あとはテザー撮影ですね。僕の場合は。現場で多くの方、モデルさん、スタイリスト、アートディレクター、ヘアメイクとかに見てもらうときはテザー撮影しなきゃいけないのでパソコンにあの映し出さなきゃいけないのでその際のテザーリングソフトとしてねキャプチャーワンはもともと作られてきたアプリケーションなのでこちらも爆速。絶対にに撮っった瞬間にきっちりと表示されて ききっちりと書き込まれるこの辺のミスが少ないっていうのが Capture1 のメリットなんですよね。Lightroom はねやはり手助さってちょっとねあの苦手としている。もともとは写真の管理だったりとか色を調整するソフトなのでデータを流し込んだりっていうところがねあのデータのやり取りをするっていうところではちょっと苦手。 取り込んですぐに、ね、色情報をきっちりと当て込まなきゃみたいなところがあるので、この辺が作りの元々のアルゴリズムの違いというところでね。っていうところもありまして、まあ、プロ現場ではやっぱキャプチャー1使っている人が多いのかなというのが、えー、と印象といいますか、実は便利なんですよね。と、安定、安定力。やっぱ20年以上にわたってテザーリングに関しての、ね、ノウハウがもう持ってますから、テザーリングソフトとしてのね。この辺がキャプチャー e のメリットかなというふうには思ってます。でも最近の ライトルームクラシックもマスクとかをね、フォトショップからの応用でマスクだけを、そのピンポイントでそこを選ぶとか、そういったことが非常に得意になってきているので、本当にこう、使い分けが必要になるかなと、ピンポイントで丁寧にね、ここだけを、えー、と色とか明るさを調整したいとか、マスク機能が本当にライトルームが優秀になってきているので、こういった使い分けも今後、想定されるかなっていうふうには思ったりしております。というところでね、きょうも健やかにお過ごしください。西田,和田でしたどうもー